少しはまだみたいですね。はい、あれさっき小林さんが入ってたのはなんかどういう趣旨なんですかね。あ、わかんないです。多分普通にやると言ったから来たんじゃないでしょうか。ああ、今出て行ったんですけどどういうことなんですかね。ま、多分あれ僕はいない方がいいのかと思ったんじゃないでしょうか。ああ、そうですか、ね、勝手な推測ですけど、うん、あ、そうです。いや、どういうことなんだ。いや、まあちょっと、まあ一応もともと3人で喋ろうかなと思ってたので、いや今一応実はお父さんにも話をして、お父さん入ってくれないかってちょっと頼んだんですけど、今大津さんとさっきまで話をしてたそうで、でお父さんから今電話あったんですけど、なるほど、一応この16時のはやめときますということでした。はい、なるほど。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。3人しかいないんですか？もともと最初3人でと僕思って、で今多分お父さんから彩香さんのところ電話なかったですかね。ありましたけど、父が参加するのおかしいんです。参加するなんかさせません。普通に考えて。まあ一応ちょっと僕もまあ大津さんとぶつかってるので、ちょっとお父さんどう思いますかっていうことで、お父さんにもまあ個人的にお話をして、でまあ一応お父さんともいろいろ意見交換させてもらったんですけど、でもしあれだったらまあ16時から入ってきてもらえませんかって僕はまあ頼んじゃったんですけど、まあそれはちょっと大津さんがまあ嫌だということなので、まあそれはそれでしょうがないかなと思うんですが、いや、大津パパが黒幕みたいな話でしたらちょっとおかしいでしょ、これ普通の党のことを話し合うときに父がいること自体が、まあちょっとこの会議自体はまあなんか役員会のような気もするんですが、まあちょっとそうでもないかなと思ってまして、ちょっと個人的にすり合わせをするという、まあインフォーマルな会とした方がいいかなと思うんですけど、正規の役員会というより、 なんでいるかみたいなところがあるので、はい、ああ、いやでもまあ、藤倉さんも、まあ、すいません。ちょっと、事情が事情なだけに、第三者として客観的にご意見いただきたいというので、まあ、入っていただいたという、はい、今、まあ、一応僕はそういうイメージでお誘いしたつもりなんですけど、はい。まあ、そういう意味で言うと、まあ、別に、僕、お父さんも、まあ、いてくれても、僕は、まあ、これ、個人的な会だったら、まあ、別にいいんじゃないかな、と思ったということでございまして。あ、まあでもそれはまあまあそこまで無理に主張するものでもないので、まあで一応多分ちょっと僕としての見方とか思いはお父さんにも伝えたので、多分お父さんから一定はなんか彩香さんのところにお話あったかなという気もするんですけど、どうでした。まあ関係はもちろんありますけど、それはだからまあメリットデメリットとかそういう話ですよね。黒川さんがこうやって関わることによって、まあ党にとってまあどういうメリットがあってデメリットがあって、抜けることによってどういうメリットがあってデメリットがあるのかっていう話をまあ一緒にしただけですね。なのでまあ正直なことを言って、まあだから結構辛い。この話をすること自体辛い。いつも、黒川さんの思想のことは、あんまり私はやっぱり理解ができない。なので、こうやってね、理解を得るようにすることっていうのは、黒川さんが信じていることが、もし正しいことを訴えているとしても、すごく難しいことだと思うんです。だからこそ、訴え方が大事だと思ってる。だから、なんかなんていうのかな。もう知り合いをぶっ壊すみたいなこととか絶対に言ってはいけないと思うんですよ、まずね。そこが多分感覚が違うと思うと、幹事長として顔としてやられること怖いんです、私は。支持が集まりにくくなるから。いやでもすいません、それは
支持が集まりにくくなるというのは大津さんの想像じゃないですか。あのね、黒川さんは自分の支持者に囲まれてるからちょっとわからないんだと思うんですよ。ただ多くの人が、まあ、あのもっと身近な問題に関心を持った NHK とか自分にとっての悪だったり身近じゃないですか。それをいきなり CIA って言われて人はゾッとすると思います。だからそこがわからないんですよ。だから細かくそういうことを追ってってね、そういう本当に真実かどうかわからないことも、まあそういう方向で、なんていうのかな、黒川さん的な思想の人はもちろんいると思いますけど、違う、それはあの一般の人って別にその一般の人すべてが党を支持してくれるわけじゃないですよ。で、我々がやるべきことを、翼じゃないですか。私翼に釣るつもりなんて申し訳ないけど、この事務局の間でも、まあ、何かとお話ししましたけど、黒川さんの思想に近い人は少なくとも、まあ、私が接した中ではいません。なのでちょっとごめん、それ思想の話あんまりしたくないです。で、諸派でこうやってやっていくとしたら NHK だけで今までもつながってたわけじゃないです か、 だからそういう訴え方でそういうことしか主張したくないので、なんていうのかな、別に今の政策の中で CIA の話はなんかしてないですよね。でも先ほどその CIA のことを訴えなきゃいけないっておっしゃってたじゃない。いやいや、 CIA のことに対する理解や議論は当然あっていいと思うんですけど、だってそれはアメリカの戦後における日本で何をやってきたかっていうことのキーパーツの一つですよ。ユダヤマネーとかそれも全部話すんですか。私ちょっとそういうのはイメージの問題に関わると思うんですよね、やっぱ党のね。で、あんまりそう、いや、既得権益をぶっ壊す党にするんですよね、身近なものね。なんかその自分がこの弱小政党としてできないことを言わない方がいいと思っているんですよ。言うだけなら別に活動家じゃないですか。政治家ってもっとこう身近な問題を解決していくんじゃないですか。いや、俺はそれは違うと思いますよ。だから問題を解決するためにやるべきことを やらないと世の中今悪くなる一方なんですよ。だから CIA ぶっ壊すために何をできるんですか。国政政党になったら何ができるの。いやいや、まず議席を増やすことですよ。これではその感覚のズレが結構大きい。いや、ありきたりのふわっとしたこと言って議席は取れないですよ、逆に。それは維新とか立憲とか自民に投票しますよ、そんな人たちは。その人たちの方が世の中に多いっていうのは当たり前なんですよ。当たり前だけど、そこまで木を照らう必要がない、なんかベーシックなことが何もこの党としてできてないのに、なんか、いや、それを話し合うのをとか、そのエンタメ性みたいな、何のために存在してるのか分かんない、そんな党。いや、別にエンタメのために存在してるわけではないし、そのどういう党を作るかっていうのを、そのいや、もっといろんな人と話し合うべきですよ。それ大津さんの周りには大津さんに近い人がいるんですよ。僕の周りには僕に近い人がいるんですよ。ただそれだけなんですよ。あら、それは、翼でやってくださいっていうのは何かおかしいんですかね、逆に。いや、党の根幹的な政策を考えるにあたって今みたいな議論が必要なんですよ。それを、いや、 CIA は必要ないですっていうのは、僕はそれは違うと思います、本当に。だって CIA って別にあるんで。ちょっとごめんなさい、なんかもうね、割とも話したくないの、ね、今ちょっと、きついわ、もうごめんなさい、無理。疲れた。なんかやっぱ細かくこの綱領のことをいろいろ考えてくださって、なんかどういうものが求められるかっていうことをベースにやってくださったんだなってことはとても感謝しますけど、ああいうのをいろんな方と共有してもやっぱりあれは細かく指定しすぎているっていうことと、やっぱ内容に少しいろいろ問題があるなと思われる部分があるんじゃないかっていうと、そういう指摘を受けるようなことを素人が考えるんじゃなくて、ビジョンだけ出して、で、まあ、中のことはそういろんな官僚と詰めていったりとかするっていうことが、まあ、通常だと私は聞きました。なのでそうしたいと思ってます、綱領に関しては。だから、まあ、いや、一定の方向を決めるのは、
やっぱそれは党の根幹の政治家が決めるしかないんですよ。専門家っていうのは、まあ、いろんな専門的なことは言ってくれますけど、決めるのは政治家なんですよ。そして政治家と党の根幹にいる支援者たちが決めて党を作るんですよ。でそれを一定やらない限り総会はできないんですよ。そうですね、まあ、言ってやらない限りって言ってもスペースでやる必要ないと思いますけどね。どう考えても、いやスペースでもやっていいと思いますよ。だって別にいろんな人が入ってこれる場だから。それ支持者と雑談してるだけじゃないですか。そこで政策が練られていくって私はちょっとあんまり思えなくて、なんていうか、いや政策に対する理解をしてもらうことは別に大事だと思いますよ。こういうことを考えてる、それを聞いてもらって、別に質問があったりそれに答える、それでもまずいいと思いますよ。そんな政策を練れる人なんか本当に少数ですよ。それは別に官僚だから政策練れるなんてことではないですよ。そして政策っていうのは、党の政策っていうのは、そのだからまずビジョンを出すんです。ビジョンしか出さなくていいと思います。そんな細かい政策を打ち出さなくていいと思います。いやビジョンと具体的行動目標っていうのは一定でもそこが多分リンクしてるんですよ。知らんから、なんかそれ無理かなって思うところが結構。具体的にじゃあ何が違うんですか。何が違うってもう全部割とほぼじゃないですか。もうなんかワクチンとかもそうですし、ワクチン政策に入ってないですよね。まあそうですけど、思想の違いっていう意味で言うと、いや今の政策に関してですよ。まあだってそれそうやっていかないと議論できないじゃないですか。でその議論をその大津さんと俺だけでやるもんでもないってことなんですよ。できる限りそのこの党を何とかしたいと思う人たちとやることに意味があるんですよ。で大津さんが違うって言うんだったら、何が違うかっていうのはやっぱり言ってほしいですよ。うん、この細かいことをまず全部書くのをやめたい。僕は何かは書いた方がいいと思いますよ。全部やめるっていうのは、だってどういうことをする、例えば消費税を引き下げるんだったら、それはまあ具体的な話じゃないですか。エリートとかも専任思想みたいな感じするし、あんまりそういうことは言いたくないかなとか、まあ、子育て世代のとか若者を言い換えて、でまあなんていうのかな、もうちょっとこう、うん、細かいことまで言わなくていい、できないこととかは言いたくないって感じですか。いや逆にできることなんかないと思いますよ。だってものすごい議席を取らない限りできることなんか一個もないと思いますよ、国政で。うん、私はこの党がそうやって大きくなれるとはだから思ってないんですよね、正直なことを言うと。うん、だからまあ、いやでもそれはまずくないですか。これから党員を集めたり一緒に戦ってくれる人を探すのにおいて、大きくなるつもりがないっていうのは、いやできないと思う、このままだと、このメンバーだと。で、まあ、それが割となんていうのかな、今まで、まあ、黒川さんのことが障壁になってるって私はすごく感じてきたんですね。で思想が違うなっていう部分があったんで、もうなんかちょっともうなんていうか、もう議論にならない、なんか役員だぞとか怒鳴ったりとかなさるから、ちょっともう疲れちゃった。怒鳴ってないですよね、やっぱりそのガルいや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 いいけど、その凱旋とかね、まあこうやって意見が分かつ場合は凱旋されるかもしれないとかいう恐怖を与えるような党に誰が入るのかなって正直思いますし、まあそういうやり方もあるのかもしれないけど、私はそういう今までこうやって嫌がらせしてきたこととか、さっきのなんかの記事の人もそうですけど、なんかやっぱ許容できないかな、もうそのなんていうかアレルギーとして、今ちょっとあんまり話し合いたくない
なんか、うん、無理かな。疲れた。黒川さんがいろんなことに協力してくださったことはすごく感謝していますけど、その例えば3月29日に寄り添ってくださったり、選挙に陣営を貸してくださったりとか、ただやっぱ常に思想が違うし、いろんなことをこうやっぱり訴え方も違うと思うんですよ。なんか、うん、でもそれって万人違うと思うんですよ。そう、大津さん言ってることって自分の思想と合わなかったらやっぱ排除するって言ってるんですよ。私が表に立って戦ってるわけですよね。それで、いや、それは僕も表に立ってますよ。それはご自身の利益もあると私は思ってますよ。だって青汁のこともごめんなさいだけど、なんかやっぱり凱旋とか行かない方がいいと思いますっていうことは言ったと思います。だけどそのことで、まあ関係ないんで、とうとうで行かれたじゃないですか。でそのことで動画が出て、私がそれ凱旋斡旋したみたいにずっと今も言われ続けて、それが一生残り続けて、で YouTube バンされるとか言って、和解しますとか言って、和解しました、これ物事を収めましたって言うけど、私からするとお祭りをしてあなたが勝手に収めて私にだけ被害が残ってるっていう風に感じるわけですよね。で何にしてもそうやって凱旋するなり、翼がやったことで常に責められる私、それがすごく辛いの。私やりたくないから、そういうなんていうのか、そういう攻撃的な発信が。でもちろん立花討伐っていうんだったら、まあそういうやり方もあるのかもしれないけど、私だったらそれをやりません。でこれからもそういうことが、まあ、続くのかなとか、そういうイメージで見られるのかなっていうと、やっぱりちょっとそこがなんか具合が悪いって思ってて、なのでちょっとなんか最近黒川さんが声を荒げたりするたびに、なんか割ともうなんかゾッとしてしまうんですよね。その居酒屋の件もからも来てますけど、なんか居酒屋でも私がいろんな周りの人に謝ってたわけですよ。ちょっとごめんなさいって。席を移動するお客さんがいたりとか、周りの人も当主ですよねって言われたりしてたわけですよ。歌歌ってる人とかにね、ごめんなさいって言ってお金渡したりとか、そういうことしながらも怒鳴ることをやめなかったっていうことが、私はもうなんか話し合えないなっていつも思ってて。いや、ちょっとその件は声を荒げた件は申し訳ないと思いますけど、でもそれ記者会見でも2回やってるじゃないですか。それもやめてくださいってやったのにやってるじゃないですか。だからそういうことが、私はその荒っぽさみたいなことの全てが結構うわーって思う人が多くて、こう、なんていうの、議員経験のある人とかが入って、これにくい環境があること、事実です。なので、なんか、まあ、このね、黒川さんが、まあ、いろいろね、その、選挙とか手伝ってくださるって言ってるけど、なんかどういうふうに当選させてきたのかとかいうことも、他の人と意見交わしてても、ちょっともう、なんか、ちょっとごめんなさい、そういう部分でもなんか、もう、そこまでなんか党としてこれメリットがあるのかなって思えてくる部分があって、このストレスとの比重で考えた時に、だから黒川さんに静かにしてほしいです。私からするとなんていうか、もうその変なことを党として言わないです。黒川さんは変だと思ってないかもしれないけど、変に思われるかもしれないことを CIA にしても言わないでほしいわけです。でもそれがなんか思想が違うから、なんかもう話し合うのが結構きついのかなっていう感じ。うん、ただ僕はやっぱり誰しも表現は自由にやるべきだと、もともとうちの党はそういう党なんですよ。でそれは大津さんが代表になっ外されたじゃないですか。うちの党はって言ったって、三浦春馬の件もちょっとわけわかんないです。これどういうことなのか説明してください。納得が、もう全く理解ができない。なんかカジキマグロにダイイングメッセージとか意味がわからない。なんかそういうことをなんか言ってる人っていうのが、ちょっともうなんか割とゾッとしちゃってて、なんかもうそっか思想が合わないので、なんか、いや、カジキマグロにダイイングメッセージっていうのはまあちょっとその一部ですけど、ただ、その三浦春馬さんの死にはやっぱ一定不審な点やっぱあるんですよ。
で特にアミューズは、何かを隠してる、これはおそらく隠してます。で殺されたかどうかに関しては別に僕も断定してませんけど、しかしその死をおかしいと思う人たちの気持ちっていうのは間違ってないと思うし、まあそういう人たちと一緒に活動してきたっていうことです。政治活動家なんですよ。だから議員とか政治家っていうことだと、なんかもっと抑えた方がいいことが抑えられないじゃないですか。いやでも逆に僕たちがやってきたことが大事だと思うから、それを支持してくれる人もいるわけですよ。それが今までの政治を変えるっていうのは、僕はこういうスタイルは必要だと思いますよ。うん、私は支持できないし、私が今こう協力してもらってる党メンバーの中にはそれを支持するっていう人はあまりにもいないと思います。なのでなんかこういうやり方はちょっと分かんない、もうちょっと無理って思ってます。なので事務局で一回会議したらいいんじゃないですかと思いますけど、ね、なのでもうなんか疲れちゃった本当に。藤倉さん、ちょっとまあ発言しづらいかもしれないんですけど、うん、いや大変な場に居合わせてしまったと思いながら言ってます、はい、そうですね。多分僕自身のスタンスをなんか明確に申し上げた方が、あの幹事長にしても党首にしてもあの分かりいいかなと思うので、はい、あの僕自身の政治信条とか考え方は、まあ、当然ありますけれども、その僕がお手伝いしているのはそれを実現したいからっていうことでは全くないので、基本的にはもう党首が考えるような形でやることをお手伝いしたいというふうに思ってます。なのでそこはちょっと明確にまず申し上げておいた方がいいのかなというふうに思います。で党首と政策について実は議論したことって一度もないんですけれども、先ほど党首があの幹事長に対しておっしゃられたことは、実は僕が幹事長と、2週間ぐらい前でしたっけ月曜日にお打ち合わせをさせていただいた時に申し上げたこととほぼ一緒だったので、それはちょっとびっくりしてます。あの党首の方の感じ方っていうのがあの近いなっていうふうに思って、あのそこはなんだろう、僕自身はあの結構党首の感じ方は満足感があります。一方であの幹事長が問題意識を持ってやってらっしゃることはあの面白いと思うし必要なことだとも思う部分があるので、それはそれであの生かされるべきだし発揮されるべきだとは思うんですけれども、党首がそうじゃないと、この党はそうじゃないんだっていう限りにおいては、やっぱりそこはあの、まあ、幹事長が引き続き幹事長をずっとされていくってことであれば、あの変えていくというか、党の活動と翼の党を切り分けてやっていただくしかないのかなというふうに今聞きながら感じてはいました、うん、ただすいません、これに関しては党はあくまでいろんな党参加者のものなんで、それをちょっとすいません、私はその私がこうだからっていうのはちょっとそれ俺はまずいと思うんですよ。それだって立花と一緒じゃないですか、言ってること。いや、黒川さんと同じ主張されてますよ。違うです、僕は議論しましょうって言ってるんですよ。だから私はこの話は無理だ、議論ができないと言ってます。なぜなら CIA っていうふうに伝えることのすごくインパクトがあったりとか、なんかこう何かこう黒川さんがやってる活動自体が全てがインパクトがありすぎるんですよ。なので怖いとかそういうイメージを持たれるのは、まあ、ご理解いただけますよね。そういうことがなんかふざけてて怖くて嫌がらせしてきたっていう人を批判しているし、私はそれを受け継ぎたくないので、まあ今現在もそうですけど、なんかまあココアさんのなんとかチャットとかもそうなんですけど、そういうことも全て私はやらないです。なのであのそういう戦い方っていうのもあるのかもしれないけど、それは、国政政党としてやるべきことというよりは翼でやるべきだし、それを求めてる人もいるなら翼でやったらどうですかって思ってて、だからその黒川色を薄めたいわけですよね、私からすると怖がらせたくないので。なのでなんか黒川さんの主張っていうのが、まあいろんなことでね、まあ、今回のあの立花さんもそうですけど、まあ、部分で本当のこと言ってたりとか、まあ、それがあの真実なこともたくさんあるんでしょう、きっと。だけど、
それをどうやって受け入れさせていくのかとか、支持を得るのかって考えてきたときに、例えば、久保川さんがこの党をやったからといって、支持が得られるとは私は思いません。なので、伝え方とか、結構、思想の部分では、まあ、あんまりその陰謀論めいてると思われるようなことはしたくないので、正しいその、なんて、主張の仕方をしたり、何かを変えるなって、変えられる身近なもので共感しやすいことを訴えて表現したいと思ってます。なので、この行動は、この私が党首であることを、まあ、ご不満なのかもしれませんけれども、私の党というイメージはないですよね、これ見てる限りは。で、わけわかんない、なんかいろんなよくわかんないこと書いてあるのも、いろいろ突っ込みどころがあると、いろんな方にいろいろご指摘をいただいて、その部分についてもよくわからないですよ、私は。でも、わからないことなら書かなくていいんじゃないって思います。もっとわかりやすいことで、なんかこう、変えられそうなことをどうやって変えていくか、官僚と詰めながらやっていきたいってちょっと思ってますか。もうちょっとビジョン重視で書き換えたいっていうことにご協力いただきたいなと思ってただけであって、なんかその、黒川さんの思想を反映させるっていう気持ちが、ごめんなさいだけど、割と思想が癖が強すぎるから、あんまり私の中には少なくともないし、それに賛同いただけるような党員が今いるのかっていうといないので、少なくともまあ私が割と、決めてしまうことにはなると思いますよ。しょうがないけど。で、最初にこうやってビジョン作り上げて、そこから、まあ、いろんなこと進めていったらいいんじゃないですかね。党員っていうのは、いや、まず党員を募集するための本格的に、うん、だからそれは、叩き台が必要なわけですよ。この黒川ベースじゃ少なくともないですね。黒川さんのことに賛同する人を集めるのと翼で集めるんじゃないですか。私も地域制度を作るんで、それもやるつもりなんですけど、まあちょっと、なんていうか、うん。いや、一定僕は国政政党として、他と違うなっていう政策を出すべきだと思います。それは、もう、何度も言ってる通りです。それが、いや、ビジョンであったとしても、どういうビジョンなのかっていうのを、ただこれ、話し合うべきだと思います。この NHK 問題の支持者っていうのが、立花さんが嫌いだから離れた人っていうのはかなりの数いて、新しい支持層を得るよりも、そこを引き戻す方が絶対に票になるって思いますから、だから、この公約を NHK が守ってきたんだったら、スクランブルでみんな投票した人をもう一回集めるっていうこととかは、やってもいいのかなって思ってます。だからそこは、NHK、まあ、それ案では一旦民営化って書いたんですけど、まあ、ちょっとあえて民営化って書いてみたんですけど、それも議論して、それは NHK 問題をやるということにとどまらず、既得権益をぶっ壊すためのメディア改革をやるということで、政策を作るべきなんじゃないかなと思いますけど。メディア改革はいいと思います。だけど、だから NHK のことも書いてますよ。うんうんうん、で、それは別に、じゃあ大項目に NHK をぶっ壊すって書いたらいいのかっていうと、僕はそうでもないかなっていう気はしますけど、その、だから、ある程度具体的な項目を含んだ政策を作り、それをみんなと議論して、まあ一定このぐらいだったらいいなっていうのを作って、リリースして。あまり細かいことは書かない方がいいと思います。まあこれ、他の方のご意見も聞いてみた方がいいと思いますよ、正直。まあこれなんか、黒川さんのご意見なんだとしたら、黒川さんが翼で一回発表なさったらいいんじゃないですか。自分の考えだからって。まあ、それに賛同してくださる方をそちらで集めたらいいんじゃないですかね、そしたら。まあでも、やっぱりこういう議論があるから、どこまでだったら妥協できるのかっていうことを、今いるメンバーで、しかも今いるメンバーを定義して話し合うべきです。うん。まあ、ちょっとメンバー増やそうと思ってるんですけど。いや、それ増やすんだったら申し訳ないですけど、もっとこう、オープンに増やしてほしいです。どういうことですか？だってそこのメンバーにどうやって入れるんですか？まず、党を何とかしたい人を広く集めるべきだと、僕は思ってます。
広く集めてきた結果なので、まあこれ、この中で揉めないとか、なんかそのね、人として変な人じゃないっていう人とかで、ちゃんとまあ経験がある人とか、いろんなまあ支持者で集めてるんで、ごめんなさいだけど、まあ黒川さん、翼っぽい人は入れたくないでしょう。なぜなら嫌がらせのイメージがあるからです。それはだって立花さんとうまくやってきてね、こうやってパージされるまでずっと一緒に幹事長まで上り詰めてやってらっしゃったわけでしょ。で私そこ自体もまあ割とゾッとするポイントではあるんですけど、なんかそういうことは全くやりたくないので、なんかお騒がせ YouTuber 感みたいなとか、あの河合雄介とかもなんか誘ってらしたみたいなんですけど、私はあんまりそういうのは見てたくないと思ってるので、なんか、まあ、そこで意見が違うわけですし、申し訳ないけど。いやでも大津さん、あの翼っぽい人は入れたくないっていうのは、それは どういう理由でそういう党のルールを作るんですか。いやまあ問題が起きないってことですよね。こういうなんていうのかな、責められる要素がすごいじゃないですか今。翼ってお金のイメージとか、あのまあそのいろんなことを、まあ凱旋するなりわーって家まで行くぞとか、個人情報晒すぞって言われてるんですよね。それは私がやったことじゃないの。結構翼のことを言われてて、すごくそういうイメージを持たれることを全てゼロにしたいって、だから困ってるんですね。でもそれやられますよ、これからも。そういう活動家としてやっていく、そういう戦いのなんかポジションじゃないですか、いつも。だけど私はそういうなんか無駄に表面的に戦うぞっていうことはしたくないんですよ。ちょっとこうそういう、いやでも戦うことも必要でしたし、ですよ。でもそやり方がおかしいと思いますよ。普通にさらすとかも全部そう。だから立松がやってきたことをまあみんなね乗っかっちゃった人結構たくさんいらっしゃったのかもしれないですけど、そういうのはもう受け継ぎたくないので、なんかそういうイメージがついてるってことがもう嫌なんですよ。申し訳ないけど、うん、でもそれはまあどっちかというと杉田がやってることとかに対してのことだと思うんですけど、うん、僕はでも杉田がやってること自体は僕はやっぱ間違ってないと思います。その無責任に人を誹謗中傷する人たちがたくさんいて、その人たちの中に、まあ私は杉田さんのことなんかハトとか可愛がっててすごい好きですし、普通に人として見た時は好きですよ。ただどう映るかってことを、まあ、常にこう意識されないじゃないですか。その政策の打ち出し方にしようにしても。どういうふうに人に見られるのかって言った時に、この人ギャーギャーやっててお騒がせしててってめちゃめちゃ思われる。で、それずっと私もそういうふうに一緒くたにして思われ続けるってことが、党にとってめちゃめちゃもうマイナスなんですよ。それが理解できないのかなっていう。そういう戦い方も必要だって言うんだったら翼でやってくださいって言ってるだけじゃないですか。それを翼の人も入れて、翼もみんなで受け入れて、でもう黒川さんいるだけでそうやって言われるのに、なんか無理だから、そういう活動家も必要なんだったら、そういうなんか自身がおっしゃられてるように闇のなんかことを裏でやるんだって言うんだったら、そういう風にやってください、そっちで。なのでなんかそういう人とかイメージをゼロにするためにどうしたらいいか頑張ってる。なんか別になんていうか、あの本当に海鮮とかミルクティーとか別になんかどうでもいい人、支持してない人だったら面白いなと思って見るかもしれないけど、そのところに入れるかって言ったら絶対入れないからね。私だって入れないもん。だからそういうのは YouTuber がやることであって、本当になんかこう訴えたいこと訴えたいっていう人がやることじゃないんですよ。申し訳ないけど、もう嫌なの、そういうことが。なんかそこが理解し合えない、自分の活動は止められませんって言うんでしたら無理じゃんって言ってるだけ。だから全ての思想はおかしいとかまでは言ってません。あの合ってることもあるんだと思う。あのきっと私よりももうすごくね、そのことも勉強されてきてっていうことはすごく ありがたいし、黒川さんに言ってほしかった。だけど結構こういうなんていうのかな、なんでこんなことで揉めなければいけないの、なんでこんなことで責められなきゃいけないのってことがずっとこれからも続くんだって思ったら本当に嫌っていうだけです。
だからもう普通に見てる分には面白いし、なんか悪意がないことはすごい伝わってくるのよ、翼の活動って。なんか愛がある。大津さんすいません、それっていや別に俺とか杉田さんのこと別に人間としては好きって言ってくれてるじゃないですか。言って、そうですね。でも世間体を気にして我々のことはもう自由に活動するなとおっしゃってますよね。そうですし、そのやってる活動にも賛同できないからですね、そういうやり方自体が。人としてね、こうやって接して楽しくご飯食べたりすることできるかもしれないけど、やってる活動とか思想に全く賛同できないからって言ってるだけです。なので、じゃあそういう、僕すいません、僕うちの党が存続できるとしたら、本当に仲間を大事にしたり今みたいなことを一緒に乗り越えていける党じゃないと俺は存続できないと思ってます。強くそう思ってます。俺だったらいろいろ乗り越えていくっていうやり方がなんていうのかな、それは維持できない。そういうなんていうか、ネットで攻撃するとかなんなり、そういうイメージを持たれるようなことを一切やりたくないから。だってやるんですよね、じゃあこう感じで言うと。いや、だって今まで通りですから。だからまあ無理じゃんって思いますよ、普通に考えて。だからもうちょっとこうなんていうのかな、私だってみんなで仲良くやりたいに決まってるじゃないですか。それだけどちょっとあんまりにもこうなんかそういう活動によって頭がおかしいと思われてるんですよ。もうごめんなさいね、言い方がおかしいかもしれないけど、なんかそのなんかギャーギャーやり合ってると、立場だと。遊んでるプロレス。でもそれ説明したら分かってもらえることなんですよ。うん、表にはならないです。説明しても、いやいや逆に、大津さんが言ってることも表にはならないです。綺麗事言ったって表にはならないんですよ。そんなんで表なる、なるなんて簡単なことじゃないんですよ。そういう人たちは維新とか自民に入れるんですよ。討伐チャット作りますって名誉毀損し合ってまた裁判抱えまくるの、私そんなこと党としてやりたくないんだけどって思います。普通だったらそう思ってると思うけどね、その感覚違う、わけわかんない。なんか翼の周りの人たちってみんなこういう風に思ってるわけじゃなくて、きっと部分部分で支持してたりとかそういう人も集まってると思うんですよね。過激にあんまり活動を続けらしていかれるということが、いやでも必要なことをやってるんですよ。立花討伐チャットやっぱ必要でしたよ。今もたくさんの人があそこに参加してますよ。向こうがやってるからね。でもこれからそういうふうなやり方を続けていくんですかって言ってるんです。何かがあるたびに、じゃあ変な政治家がいました、変な政治家を叩くために木原みたいな人を討伐者と作って誹謗中傷していろんなことばらまく。いや誹謗中傷じゃないでしょ、問題をただ事実を言ってるだけでしょ。それはそうじゃないですか。誹謗中傷はしてないと思いますよ。事実かなんてそんなの司法が決めればいいじゃないですか。それこそ印象操作でしょ。わかんないじゃん、週刊誌が言ってたことが本当なのか。渡瀬さんのことだってそうですよ、申し訳ないけど。でも渡瀬さん、ワシントン統一教会のなんかその機関紙に記事書いただけなんじゃないですか。いや、エグゼクティブプロデューサーですよ。で、日本の保守の業界にはすごい勢い入ってるんですよ。そういう人たちがそこに近いことにいるっていうのは間違いないことなんですよ。だから気をつけないといけないって言ってるんですよ。そうやってみんな丸め込まれていったんですよ。そういう関わり方とかビジネスの付き合いをすることだってあるんでしょうよ。いやだから気をつけてくださいって僕言ったんじゃないですか。まだ人格を否定することないよねって思いましたけど、普通に。いや人格じゃなくてそういう人だから、だって本人も分からずに巻き込まれていくんですよ。だから気をつけてくださいねって言ったんですよ。統一教会とかもうそういうのもちょっとまあ正直あんまりなんていうのかな、もちろん宗教とかが嫌いなんだけど、いやめちゃめちゃ問題なんですよ。この宗教だから
叩くみたいなデモするとかも、私にはちょっとそれ党としてこれからもやっていくのかと思うと、なんかマジで言ってんのってちょっと正直思うんですよ。ごめんなさい。まあだから参政党叩きとかもそうだけど、まあ結局、まあこの結果見ればわかると思うけど、参政党めちゃめちゃ支持得てて、いや参政党僕が叩かなかったら参議院選で2議席取ってた可能性があります。俺は1議席減らしましたよ。やるって言ってるわけですよね今も。だからそこはなんか違うと思います。だってそれで騙されないでありがとうっていう人はいたんですよ、たくさん。今もいるんですよ。それは僕らがやったからですよ。あ、それは翼でやってくださいよ。もう別で、それを必要とされてるんだったら。だけど私はもう嫌がらせ行為の全てが自分が受けてることだからこそ、めちゃめちゃデマを言われてて、それが真実みたいになっちゃってたりするわけですよ。それから考えると、あ、こうやってデマを言われてる人もいるんだと思うわけ。陰謀論でいろんなことささやかれてる人も、私たちもそうだけど、こうやってデマ言われてる人いるのかもしれないっていう気持ちで人のことを見て接したい。だからなんか何でもかんでもそうやってなんかこう本当は確証がないことで人のことを不安を煽ったり叩いたり攻撃するっていう姿勢で支持を得たくない。だから戦い方が違うから、やっぱり向いてる方向が違うんですよ。それなのに一緒にやっていく意味ってどこにあるのってすごい思う。うん、そこはやっぱり党首のこう強い姿勢だと思うんで大事にする必要ありますね。うん、すいません、でもやっぱり歴史上翼の党は NHK 党の一部なんですよ。でその翼の党の党員も入れて今の NHK 党なんですよ、やっぱり。まあ党員ってうちも党員制度ないですけど明確に。うん、だからそのもうだから嫌がらせを引き継がないって私がずっと言ってるのに、なんで黒川さんがそういう嫌がらせみたいなことを攻撃的なことを続けますって言ってる人を幹事長にするんですか。おかしくないぞな。そしたらもう何の正当性もないよ私。だからそういう戦い方が必要だと信じてやっていくってことは、まあ一定の支持を得るだろうし、そういう活動家も必要なのかもしれませんけど、少なくとも私は嫌がらせのすべて、デマのすべて、嫌いなの。デマじゃないですよ、僕らが言ってること。いや。デマじゃないでしょ。デマじゃないかどうか、どうやって確証得てるんですか。自分がすべてのなんか真理を知ってると思ってるわけ。そう、おかしくないぞ。いや、確認して、ここぐらいまでは。記事を読んだり、誰かのものをベースに判断して、その誰かっていうのを信じられるんですか。だったらそういう不安を煽るようなことじゃなくて、事実だとして認められていることっていうのは認識が違うのかもしれないけど、いや一定の事実だと認識できるものしか僕は言ってないですよ。 CIA のことだって別にその CIA っていうのはあるわけですし、統一教会と CIA の関係だってそれはアメリカの報告書で言われてる範囲のことを言ってるだけですよ。それを口頭としてね、こうやって訴えることに何か意味あるんですか。日曜討論で CIA っていうことで何か意味ありました。え、意味あったでしょ。だってあれを見た人1000万人ぐらいいるんですよ、その中から。なんか支持得られるのあれで。いや得られてますよ。いやいやいや、それは黒川さんに得られてる、党が得られてるわけじゃないと思います。だからちょっともうそういうところが私と合わないので、じゃあどうするのって言った時に無理じゃん、こう話にならない。私と合わない人は全部排除するんですか大津さん。うん、だから静かにしてくださいって。自分の党の活動は自分の党の活動内でやってもらって、党とは別のものとして考えてくださいって言ってるだけなのに、そこに思想をめちゃめちゃ入れてきて、民主化民主化って言うから、民主化って何のもとの翼かだからね、だから無理だって言ってる。私がこの表に立ってもうこう身を削って戦ってきてるんだよ、正直なことに。いやすいません、それは俺も身を削って戦ってきてますよ。戦ってる、それはそうせざるを得なかったからでしょ。すいません、違います。俺13年やってるんですよ。一定の支持者や利益を得てるはずです。だからなんかこう、まあ、もちろん感謝してます。立花さんを倒すということに関して共闘していきたいと思ってる。でも党のこの運営に関して
全然意見が合わないのに一緒にやっていけると思わないっていうふうに普通に言ってるだけじゃないですか。うん。だからもともとこの事務局だって藤倉さんとかいろんな方の協力者を得て、私のこの嫌がらせとかが嫌だとか、お金に対してきれいにしたい、そういう思いで集まってくれた人です。だからなんかそこに、まあ、黒川さんともちろん連携したいとできないと思うから、そういうふうにこうやってお話ししようと思っても、なんかこうなんていうのかな、役員だぞみたいな、そういう感じになるから、だからもうこういう話ができないし、私が嫌がらせをしないって決めてる以上、まあ、そういう戦い方はもう本当にね、嫌気がさしてるわけ、立花さんにやられてるから。いやでも大津さん、それ大津さんが集めれば大津さんにいいこと言う人ばっかり集まりますよ。いやいやいや、そんなことないですよ。いいこと言う、もちろん思想が同じような人集まるでしょ。その翼だってそうでしょ。そう、文句ばっかり言ってます。まあだから、それはすいません、俺はそれも含めて混ぜて無理だから、混ぜられないところで無理って言ってるじゃん今、ここもう絶対譲れないところが無理なんだもん今。うん、ここがだから黒川さんが、まあ申し訳ないけど考えを変えてもらえない限り一緒にできないじゃん、そういうところで言うと。わかりますよ、その黒川さんだっていろんなね、あの使命感があってこういうふうに戦ってきた、自分の思想間違ってないと思うし、一定の支持者がいていろんなところを回ったりね、分かってるわけですよね。でもその考えと全く別の、私とか今事務局の人とか協力しようと思ってくださる方とかがいる中で、申し訳ないけどもう私がこの戦っている理由そのものが、この嫌がらせ政党をきれいにしたいと思ってやってるから、お金とかも全部含めて外部の人に完全に見張られるようにしてやっていきたいと思ってるし、もちろん政見放送でねお金がかかるとしても、普通に個人がどっかに依頼して、あの正当なあのお金を、まあ、請求するっていうことだったらいいけど、そこで儲けてとか、そういうシステムを引き継いでとか、そのそういう汚さとかが嫌だと思ってる。できる限りそういうことしないで、なんていうのかな、この党が生まれた意味みたいなものを、まあ、考えることができたらいいなと、この裁判中にと思ってただけなんですよ。もちろんそれで継続できていろんな人が集まってきて支持してくださるんだったら党が大きくなればいいけど、党が大きくなるために汚いことをしたりとか、立花さんがやってきたのと同じことをするんであれば、全然まともな党に投票してもらえばいいから、他のそんなの潰せばいいじゃんって思うに決まってます。だからこれを翼の党にしたいわけじゃないんです、ごめんなさい。だけどだからなんていうのか、この嫌がらせ、いや別に翼の党にしろとは言ってないですよ、曲げられないんですよ私は。でもそれが翼のイメージなんですよ、申し訳ないけど。だから今諸派をなくしたっていう形を今一応取りましたと。じゃあ黒川さんどうしていくんですかって。やっぱりちょっとそれはね、それすいません、多分俺間違ってないと思うんですけど、その党の歴史上党を支持してくれてる人はいっぱいいて、その人たちを全部無視して、いやその人たちを無視した上で大津さんの思い通りにすることが妥当だという理由はちょっとどこにあるんでしょうか。黒川さんの支持者は翼の支持者であって N の支持者ではないと思います、正直なことを言うと。なので離党した人とかも今、まあ、あの、まあ、影川さんとかもなんですけど、選挙終わったら、まあ、入ってくださるっておっしゃってますし、だからそういう人を集めて割と温和に訴えていくことはしたいと思ってますよ。 N の大事にしてきた部分とかいい部分を守りながら、何この N 党って気持ち悪いって言われてた部分全部なくしたいだけなんです。でそこがあの変な凱旋したりとか、なんか晒して YouTube してとか、変なバカみたいな政見放送を作ってとか、選挙ビジネスで儲けるんだ、それ全部やめたいって言ってるだけです。それ考えたしおかしいんですかね私。
昔がやってた N の歴史としてそれは大事なところだから嫌がらせもするし、それを守ってはいけないんだ。いや、必要な嫌がらせではないです。だから、いやいや、戦うべきところは戦わないといけないってことですよ。戦い方も、その、なんていうのか、お祭り騒ぎで誹謗中傷してたら嫌がらせだと思われるでしょ。実際みんながその個人情報を握られたら回線に来るかもしれないって、そんな思いを抱きながらボランティアに参加してもらうとか、マジで厳しいから、本当にそういうのは。だからちょっとそういうところを変えたいんですよ。うん、わかります。あの幹事長はあの一定の妥当性があってっていうふうにおっしゃいますけれども、それはあの立花さんもそうおっしゃるわけなので、んどういうことですか。そこは第三者から見た時に、はい、あのどうなのっていうのはやっぱ一定のイメージはついちゃうとは思いますね。いやだからそれも含めて、その本来あるべきなのは党を再生したい人たちの意見が反映されるべきだと思うので、私が気に入らないからやめてくれっていうのはやっぱそれは俺は違うと思います。違う、行動がです。行動すること、このその思想とか、まあそういう言われてみたいな行動っていうのがもうこのなんていうの、党の指針と全く違うものなのでやめてくださいって言ったけどやめないから、そこに正当性を感じてらっしゃるから無理だって言ってるわけじゃないですか。人としては別に嫌いじゃないですってずっと言ってますよね。だから困ってるんですよ私だって。だけどもうこういう考え方の違いだったらしょうがないでしょ。そしたらって言ったってもうあのしょうがないけど、私が代表者になって今までこうやって戦ってきてこういう風にやってるんですから、もうしょうがない、翼でやってくださいよそういうのはって思うに決まってるじゃないですか。だから一緒に訴えてべきことを訴えていくって言ってもこうやって公領の部分で、まあ、揉めてしまったので、なんかまあそのね、これから一緒にやるとしてもなんか翼の活動っていうのは常にこの党のイメージにすごく大きな影響を及ぼすから、だからなんかきついなと思ってるのが正直なところですよ。本当もちろん今ねこんなんで別にうちは揉みする理由なんか本当にないですし、普通になんかうまくやっていきたいと思っていましたけど、我慢の限界が何回も来てて、直接行って役員会で行って事務局で行ってってなって次公に言うしかなくなったっていう感じなんですよ。このなんていうか私が疑問に感じていることを、でもなんかそういうなんていうのかな、立花さんがやってきたような印象操作してこいつはバカだとかそういうやり方は絶対にしたくないので、普通にこうやって今話してるじゃないですか、正直に真正面からこれが嫌だとかこういうふうにしてほしくないと、うん、それはなんか分かってほしい。なんかそこ分かってもらえないんだったら、じゃあ何、私は嫌がらせされるかもしれない、家の前で凱旋されて大津彩香はバカだ、党は運営はできないっていうふうにヒロシみたいな動画を流されるかもしれないけど、黒川さん切らなければいけないのかなっていうところで辛いです。でもそんななんか頭おかしいことをするほどに人が終わってるとは思わない。だから和解できるように今落としどころ見つけようとしてるけど、この一番大事な部分がなんかどうしても分かり合えないってなると、なんかもうどうしたらいいか分からないです。うん、いや政策は、いやさっき何度も言ってますけど、その別に直せばいいじゃないですか。で議論することは別にあそこに書いてる項目のことを議論することは大事だと思いますよ。にまあこのなんか細かい部分についてはまあだから党として発表はまあするつもりがないんですよ今のところで言うとね。いやでも、まあ、考えました。これを投げてね、いろんな方に指摘を受けながらそうやって突っ込まれながらやるのかなと思ったけど、まあなんか結構まあいろんな人に聞いていくと、もうなんかまあ出さない方がいいって言われることがあまりにも多すぎたんで、いろんな指摘を受けて、まあそんな状態で出すぐらいだったらもうちょっと煮詰めて細かいことは決めたり、アイディアをバババババって書くのはあんまり素人感が結構出てるなって、それをスペースでやり合うってこともなんかちょっと違うのかなって私は思ってます。うん、だからこう今大事なね、なんかあの立花さんを倒してこうイメージを上げてやっていくってとこはもう
割とビジョンが大事なわけじゃないですか。そこに嫌がらせのイメージがついてるんですよ、私は常に。私に反論したら凱旋されるぞってみんなが言ってるじゃないですか。それ私支持絶対にしないことなのに、もう黒川さんがいるだけそういうイメージがある。それをずっと持ったまま、そのデメリットを抱えたまま人を集めたりいろんなことしなければいけないって言った時に、黒川さんと一緒にやっていくこととどっちがいいんだろうずっと思った。だけどなんかこうやっぱこの根本的なところで相入れないんだなってことがずっと思うわけですよね。申し訳ないけど、で結局そのこれ大津さんの像じゃないでしょって言うじゃないですか。じゃあ黒川さんの像でもないわけですから申し訳ないんだけど、あのまあ嫌がらせの、まあ、嫌がらせじゃないとおっしゃられるかもしれないけど、普通に考えたら、いや嫌がらせじゃないですよ。いやいやいや嫌がらせですよ。周囲の人、住宅街の人みんなどう思うと思います？これで N に投票しますか？しないよ、絶対にしない。私なら何言ってることが正しくても。だから目立つこととやっぱ支持を得ることも本当に違うので、そこをもうなんか変えたいところから思ってます。その政策をどう作っていくかみたいな話はあの着地可能な話だと思うんですけど、その今の手法の部分っていうのが非常にやっぱり重くて、まあ、根本的な部分ですよね。そこをその聖女と翼の持ってるイメージとの切り離しっていうのかな、が本当に可能なのかっていうのは、あの人はどう思われますか？はい。なんか可能じゃないじゃないですか、さっきから話してたね。だから困ってて、私は、厳しいね、これは。ただ、私、その黒川さんが、まあ最初130万のことをおっしゃられましたけど、そのこととかももちろんひどい話だと思いますよ。だからそういうのは斉藤が私にしてきたこの背任なり、まあ、名誉毀損なりというところをね、これから訴えることができるとしても、それを訴えない代わりにもちろんそこを約束しろっていうことを、まあ、主張するつもりですし、普通にあの黒川さんが保証されるべきことっていうのはちゃんとやっていきたいと思ってます。だけど思想が違うところは、ここは落としどころが見つからないんですよ、正直。だって何もかもさ、その黒川さんが今までねこうやって私が辛い時に寄り添ってくれたっていうことは事実だけど、まあやり方として私にとって申し訳ないけど、まあ、迷惑になったなって感じることも今もとうとうイメージと求めるものと全然違うなって思うところはすごく苦しいところです。だけどまあそこはもうどうしようもないので、だからまあ本当はね、黒川さんとかには、まあ、その、嫌なのかもしれないけど、この、イメージの良さを優先させてほしいわ。翼のイメージは申し訳ないけど、悪いんですよ。だからそこが理解できてない。その主張の部分でぶつかっちゃってるんですよね。そこを、なんとかしないと、確かに、大津投手のイメージが出てこないので、そこは非常に大きな問題だと思いますね。でもいろんな人がいるのが僕は党であるべきだと思うんで、それぞれがそれぞれのやり方でやったら僕はいいと思いますけど、だからその翼でやったらいいんじゃないですかって言ってるわけじゃないですか。でこの方針を中に入れることはできないし、翼の活動も全部だからこうやって幹事長ですっていつも言って、翼のね外線とかこの前もやられてましたけど、なんか住宅街とかもそうですけど、なんかそういうのは全部党のイメージになるに決まってますよね。諸派解消しますと口ばかりで言ったとしてもね。だからなんかちょっと結構そこは厳しいなと思ってて、だからもう少し黒川さんを薄められないかっていうことをいろいろ考えたんですよ。一緒にやりながら、なんていうのか、その悪いイメージみたいなものをなくせないのかなって思っても、やっぱどう考えても無理。むしろ黒川さんはどん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 なんていうかこう圧を増してきて
どうしたらいいかわからんじゃん。なのでなんかちょっとやりづらさがすごいストレスを感じるので、なんかそれだったらまあ鶏卵みたいな感じで一回まあもうゼロにして、そこから今まで協力してくれるかもしれなかった人とか、今もコンタクトしている人にお願いしてやっていくっていう形をやろうかなと思って、だから地域生徒先に作ろうかなと思ったのはそういうところで、まあ、うん、4人ぐらいで今なってるんで、5人ぐらいのメンバーで先に始めようかなと思ったんですけど、まあでもなんか、だからまあ旧 N の歴史を大事にするって言っても、それはなんかガーシーに投票した人だってガーシー面白そうで投票してるんだって、割と NHK がとか立花さんがって投票した人っていうよりはもうガーシーの面白さで投票じゃないですか。で今までこう旧 N を支持してた人って割とその NHK 問題本気で取り組んでくれると思ってっていうところなんで、そこだけ別に守ればその歴史っていうのはまあ本当にもうテセウスの船みたいになったとしても、まあ、守られるんじゃないかなと思ってるんですよ私は、うん、いやだからいや僕は意外とそうでもないと思う。やらないで支持を得たいわけです新たに。その今まで離れた人たちを呼び込みたいわけ、嫌がらせで離れちゃった人。どちらかというとNHK 問題で投票してる人って言うほど多くないと僕は思ってるんです。特に離れた人たちは政治を変えてくれそうだとか、まあ、面白いっていうのも一つの大事な要素だったんで、そういうので投票した人が多分多いんですよ。別に NHK 問題を本当に解決してほしいっていうのは、どちらかというとコアの立花信者。なんか変な、その、集金に襲撃みたいな、そういうのやるつもりなのっていうと、私も絶対にやりたくないんです。その個人情報さらして、みんなで批判して、っていうことを党としてこれが正義だってやってることって、今立花さんと私にやってること一緒なんで、それ気持ち悪いです。それ戦い方として違うと私は思ってます。だからそれ気持ち悪いと思った人が協力しないし、まともに見られないから会派も作れないわけじゃないですか。党を超えた会派作ろうっていう話があったのにできなくなって、なぜなら立花さんが嫌われてるからだって聞きました。そういうことを真面目に取り組んでますということを訴えることで、なんていうか、変えていきたいと思っているんです、私。あ、そこの考え方が全然立場の派じゃないですか。それだともう私は一緒にはできないの。いや、で、私はこの考えは変わらないです。黒川さんが同じなように。で、私の考えは変わらないのに、じゃあ黒川さんも変わらないんだったら、じゃあどっちが出てくのって言った時に申し訳ないけど、この立場で言うと黒川さんが出てくしかなくなるでしょ。だったら出てかないんだったら、もうちょっと協力してくださいって言ってるだけなんですよ。でもそれもできないじゃん。っていうだけ。いや、ある程度違う立場とか意見の人同士、党として残ってやっていける状況を作ればいいんじゃないんですか。うん。もちろんなんですけど、その、で、党、もうちょっとだけ、もうちょっとすいません、もうちょっとだけ。共産党と自民党って絶対一緒にならないじゃないですか。はい。根本的な部分の違いだと思うんですよ今の話。あ、でそれで言うとこれ繰り返しになるんですけど、やっぱり旧 NHK 党ってガーシーを面白いなって思う人たちのような人たちでできてる党です。でもごめんなさい、私の支持者っていうのは、まあ、そのガーシーに投票したことを後悔しているっていう人とか、そういう人です。あ、それで言うとやっぱり党の元々の流れで言うと大津さんが言ってることの方が党の流れとか逆です。党の流れ何なんですか？いや、一定党の流れを組まない限り存在意義がないんですよ。それは真逆に変えすぎです、大津さん。変えすぎじゃないでしょ。何を変えすぎ？いやいやいや。一発をやめるって言ってるだけじゃないですか。違う。が、だから、あそこに書いてた、そのガーシーの書いてた標語は、俺は間違ってないと思うんですよ。その、嘘の正義より真実の悪って書いてた。記者なんですよ。で、人のことを、なんかもう、嫌がらせして、脅迫して、お金を得てって、国外逃亡してた人になってるわけですよ。それを未だに支持していることも、ありえないし。いや、もちろん、秋田たちがやったことは問題だと思いますよ、僕も。
そう発信してますし、なんかこう遊び半分でなんか何か変えてくれそうみたいな感じで投票した人が、あ、こんなやつだったんだ、上ごめんなさいって言ってるのが今じゃないですか。だからどっちの方が多数だと思いますか。私はもうそこの少数の、いや、党に投票した人はどちらかというと少数意見の人たちなんですよ。でもそれも立花派でいいじゃないですか。そしたらもう嫌がらせの人たちは、いや違うんですよ、うちの党が残るためには基本的には今の政党がやらなかったスタイルの政治をやってきたから存在が残ってるんですよ。基本的なことができてないのに、もうそのなんか木をてらったこと YouTuber だけやってて、もうそれのためにある政党が、それこそビジネスじゃん。いや、ビジネスじゃないです。だから何も訴えられてない、何も変えられないじゃん、これじゃ。だからそれを踏襲した上で変えられる政策とスタイルを今決めて再度走り直すべきだって言ってるんですよ。つまらないですよ、こんなの。もう少なくともここまでね、立花さんの問題が大きくなったこととか、立花さんの支持者が離れたことって、そのなんか3月29日の会見とかいろんなことでね、その後私に対する攻撃とか見て目が覚めましたって人多かったと思うけど、なんかそういう気持ち悪いことは支持されないんですよ。もうしかも私は絶対にやりたくないし、それを党として看過したくないの。だからもう考え方違うし、まだそうやってやろうとしてるってこと自体がゾッとしますね、正直。だからいや別にその誹謗中傷とか間違ったことはすべきじゃないですよ。ただガーシーがやったことの中でも、そう、全部が全部間違ってはないわけですよ。だから100万人以上の人が YouTube に登録し、彼のことを面白いって言ったんですよ。違う、間違ってないわけじゃなくて、みんながバカで、立花さんが言うように、なんか面白いことに投票しようみたいな人があまりにも多くて、国政政党に何にも希望を見出せない人がふざけて入れたっていうのがガーシー票だと思いますよ、私は。ガーシー、いや、それ全員がそうじゃないですよ。全員がそうじゃないですよ。それはガーシーに票を入れた人たちと交流してないからですよ。例えば夜食の人とか結構入れてるんですよ。ガーシーを見つけろってこと言ってるんですか、私。違うんですよ。その人たちの思いを今党は背負ってるんで、そういう部分はないがしろにしてはダメだって言ってるんですよ。そういう部分っていうのは何ですか。これから何をこの党に求めてるの。そのお祭りですか。違うんですよ。綺麗事じゃない、本当に何かをやってくれる党だし、綺麗事を妥協しないことですよ。というふうにしても、じゃあ私が政権をそのことなり、お金の使い道をしってのめちゃめちゃ綺麗事だけど、なんていうか、主張することに意味があると思ってやるわけじゃないですか。それをなんか、支持されないのか。いや、本当に戦うべき時には、戦う姿勢を、やっぱ、立花も持ってたんですよ。それを NHK と戦って。でも違うじゃないですか。私、CIA と戦うのは絶対嫌ですよ。そんななんか変なこと言う気持ち悪い。三浦春馬他殺も言いたくないし、言ってる人と一緒に幹事長としてやってるとも思われたくないんですよ。ごめんなさいね。なんかもう、わかんないから、そういう。でも、思想があまりにも違う。だから、それは俺やっぱまずいと思うんですよ。なんか、わからないから違うから気持ち悪いって、まずくないですか、それ。いや、まずくないですよ。だけど、思想が違う。だって、やっていけるかなと思ったけど、ここの一番根幹のところがもう無理だから。国政政党ですよ。国民を超えたんです。国民、すべての人たちを救わないといけないんですよ。いろんな人を救わないといけないんですよ。で、どちらかというと、ガーシーに投票した人。お願いしますよ。もう、私がもう無理だから、その嫌がらせ、お騒がせとかの YouTube とかを、そういうネガティブな発信をすることが嫌なの。もう、人のこと叩いたりすることも。それが必要なんだ、そういう戦い方も必要だっておっしゃられても、それは私はできないし、じゃあこれをね、放り出していくっていうつもりもありません。それで戦ってるんだから、この裁判だ。いや、なんだから、党にはいろんな人がいて、別にそれを無理に頭ごなしに、いや黒川さんやめてくださいって言うべきことでも、それはないと思いますよ。今こうやって話し合ってて、もう根幹が無理だっていう話になったわけじゃないですか。でもあなたが
いることでこの党のイメージが毀損され続けるって話はずしましたよね。ずっと申し訳ないんだけど、そう思ってないのかもしれないけど、綺麗にやるってことだけじゃなくて普通にしたい、普通になんていうかこう嫌がらせされるかもとか思われないようにしたい、少なくと。いやでももう一回言いますけど、ガーシーに投票したり立花に投票したり人たちはそんな普通は求めてなかったんですよ。で世の中にそういう声は明確にあるんですよ。本当綺麗事でやるんだったらもういいんですよ、維新とか立憲とかでいいんですよ。絶対に納得しないんですよ、そこは。申し訳ないけど。で今こうやってこちらで実験としてやっているメンバーの中には、私がそれが嫌で頑張ってるから無償でも協力しようっていう人が協力してくれてると思ってる。だから無理、そこは。それはでも大津さんの周りはそれはそう言いますよ。だから黒川さんとはそこが考えが違うので、で無理です。違う人同士を、いただけないんですよね。違う人同士をすり合わせていくのが政治ですよ。すり合わせられなかったじゃん、今ずっと。今までも何回も言ってきた。なんかこう、どうなるなとかもそうですし、なんかもう、回線とかも、自分たちで党と関係ないからやるんでって言っても、もうなんか、もう全部一緒にされてるじゃん。そのことがこれからも起こり続けるわけですよ。それを私は許容できないって言ってるだけです。なんか本当に訴えたいことがあって活動する必要があるんであれば、それは別に仕事でやってくださいって言ってるだけなんですよ。それはなんかおかしいですか。いやでも翼でやってくださいって言っても結局は一緒になるって今言ったじゃないですか。なるんですよ。何がなるんですか。 翼でやったとしても結局は同じだよねって言われるんですよ。翼に帰ってください。それはだからもうこの党に行ってそうやってやると一緒になっちゃうからもう無理じゃんって今そういう話になってる。それはやめてくれってことですか。この話の流れで言うとそうなってしまう。だからそのことをやらないでくれって言ってもやるんですよね。だって翼で、翼がやったこと全部被ることになるけど、それでもやるっておっしゃられてるわけですよね。それが必要なことだと、この党にとって。そういう面白いことが必要なんだ、面白い票が必要なんだって言ってるんですよ、ね、面白いだけじゃないですよ。必要なことが必要だって言ってるんですよ。なんか悪くなるようなことを党としてやりたくないし、党がやってることだと思われたくないって言ってるだけなんですよ、うん、だから申し訳ないけど、そのココア党バスとかのあの人は嘘つきなのかもしれません。だけどそんなことやる意味なんかどっかにあ、どこにある。本当に全然それ社会活動なんでもないし、正直言ってわけわかんない。だからそういうことをなんかいろんな人に指摘されて、なんで黒川さんと一緒にいるんですかとか、黒川さんと一緒にいるからできません、黒川さんの思想をどうやって看過してるんですかみたいな、どこまで認めてるんですか、私もそういう思想なんですかって言われるわけです。い違いますと、私は嫌がらせしたくないです。ずっと言ってても同じ人間だと思われて、橘さんを攻撃してるの同じ人間だと思われて、もちろん橘さんと戦う上でね、討伐するとかそういうのはね、もうあのイベントとしてやってくださったことはまあまあ見てて面白いなと思うこともありました。だけどそれを党として考えた時はもちろんやらない方がいいに決まってます。だからでもやっぱ必要だったわけですよね。あればもう無理、必要だったわけですよね。立花との戦いにおいては多分必要だったと思いますよ。いやだからもうそれは別として考えなければいけないフェーズだから今こうやって話し合ってるんじゃないですか。それはなんか過去はじゃあうまいこと使っても用済みになったらやめてくれってことですね。でも黒川さんはそれで支持者を得たり利益を得たり私の支持者を得たりするわけですよね。だからそのうまいこと使ってっていうのが持ちつ持たれずだったかもしれないことがどんどんほころびが来て、私にだけそういうなんか負担が来たり回線やってるって言われたり、その動画が残り続けたり、そういうことが増えていく中で、じゃあこの党を再生しようと、八幡さんのやり方気持ち悪かった、じゃあ綺麗にやっていこうっていう時に同じやり方でやりますっておかしくないですか。だからこの今話し合ってるじゃないですか。いいように使ってって言われても、じゃあ別に戦わなきゃよかったじゃないですか。私がじゃあ戦うなって言ったら戦わなかったんですか。俺を止められないって言って凱旋してたのに、じゃあ戦わなかったんですかって話になりますよ。わけわかんない。いやそしてもともと僕の方が先に党にいますから、僕はこの党を良くしようと思ってずっとやってきてるんですよ。我々の支持者と。そしてそれは
国政選挙2回も戦って投票してくれる人がたくさんいるんですよ。どうしてお金のこと指摘しなかったの今まで。ずっと一緒にやってきたわけですね。嫌がらせ行為続けて。だからそれを良くしようと思ってると私はちょっと思わないですよ。私だといろんなこと疑問感じますよ。いや、それはタイミングを見て活動してたわけですよ。それをやらなかったわけですよね。一緒にやってきた、立花さんと。でも僕ぐらいですよ、立花に、やっぱりことあるたびに意見をし、やってきたのは。その状態で全部ちゃぶ台ひっくり返したら、それまとまるものもまとまらないじゃないですか。意味がわかんないです。僕ぐらいですよって、その主張してきたら、なんで幹事長になれて一緒にやってんのかなって、わけだから主張すべきところとそうじゃないところをわきまえてやってきたからですよ。いやいや、主張すべきところしてないやん。だから今こんなことになって、試験仕事してるんじゃんって思いますけど。だから考え方とやり方が全然違くて、かなり立花寄りじゃないですか。で、立花さんに追い出されたからこうやって戦うことになったのかもしれないけど、それを私に使われたみたいに言い方するのおかしいですよ。ちょっと言い過ぎじゃないですか。そうですか。まあだから、いや、このやっぱ立花となんだかんだうまくやりながらこの党をそのいろいろ動かしてきたわけですよ僕。十分ではないけど。わかんないです私は。なんだかんだうまくやりながらってなんか。自分にとってこうやっぱうまみがあるからみんな一緒にいたわけですね。あの利益グループはそこで追い出されたわけじゃないですか。なんていうか、だったら自分で離党するじゃん。普通に何かおかしいことがあったりとかしたら、それでもずっと最後まで粘ってらっしゃいましたよね。私が説得するまで幹事長でいさせてくださいとやりたいです。だって国政政党を良くすることに意味があるからですよ。うん、だからよくできなかったでしょ、ずっとやってて。で、同じやり方でやっていくんですよね。ちょっとわけわかんないです。何、どういうふうに良くしようと思ってたんですか、逆に言うと。田島さんと一緒にいるときに。何を変えたんですか、田島さんと一緒にいて。お金の問題だって誰も突っ込めないような状態がずっと続いてたわけですよね。その意見言えなかったのって、多分その田島さんが全てを決めて、その田島さん知らなかったって言ってましたよね。だからその状態を続けてたってことですよね。だからお金がなくなりました。そういうの訴えることだってできたよ、その時から。訴えなかった。いや、少しずつその現場とかそのまあ浜田さんとか斎藤氏とかともうまくやってきたわけですよ。まあちょっと今回ので崩れましたけど、仲良くやってきたわけですよね。別にその変えようとかうまく変えられてないじゃん。実際悪化してお金なくなって終わったじゃんっていうこと。いや、変えるのに時間がかかるからですよ。いや、何を言ってるんですか。まあもう、だってあの時に一人で立花と戦って何も変わらないですよ。けど、だからこれちょっとどういうふうに、まあ、黒川さんと付き合っていくべきかっていうのは私ももうしっかり考えたいです。ただこの黒川さんのこの根本的に曲げたくないところと私の曲げたくないところがもう本当に相入れない。このもうすごいいろんなことをね、お互いが妥協し合ったとしても本当の核の部分が合わないんですよ。そうなった時どうするのっていう話になっちゃうじゃないですか、どう考えても。だからなんかもうあの私本当黒川さんに対してなんか好きですよ、人として。それっていろんなね、こうやって今までも悲しい時とか一緒にいてもらったりとかして、それありがとうっていう気持ちもあるけど、それと比べ物にならないぐらいのもうなんかやっぱり思想が合わないっていう、そのコアな部分でやっぱり一緒に運営するっていう考えた時、立場は討伐だったら同じ方向向いてるかもしれないけど、もう党運営ってなったら全然違うわけですよ、ね。だから もともとね、黒川さんと回答してもいい、それもやむなしって言ってましたけど、なんかこれからね、2人の議員があちら側に移ってしまってまた国政政党を目指すみたいなことを言い出すかもしれませんよ。この党だってどうなるか分かりません。
だから、まあちょっと。それだったら、回答しませんか？うん、だから回答したいんですよ。私は。じゃあ、一緒に回答しませんか？だけど、まあこの裁判を続けていく上で、運営しているという実績が必要で、それをやるんだったら、いいものにしたいとか、綺麗なようにできるのであれば、そうしたいと思って言ってるだけじゃないですか。いや、でも、まあ、大きくなると思わない。ないです、こっちは。え？今、回答する権利なんかないじゃん。だその権利を得るために戦わなきゃいけないです、じゃあ、回答を宣言して戦ったらいいじゃないですか。回答を宣言して戦ったら、もうその、支持者集めにくくなるんじゃないかっていうことで今こうやってやってたんじゃないですか。え、でも逆に、じゃあ、党を。党を回答するって言ってる人に、じゃ政党助成金振り込むのか、みたいなこと言われますよ。いや、でも回答するっていう思いを持ってるんだったら、もう逆に言った方がそれは。回答する可能性もあるって言ってるだけです。回答するという思いも必ずある。うん、回答は常に選択肢として持つ。あ、いや、でもそれ結構大事だと思うんですよ。だって党を存続して大きくしようっていうのと回答っていうのはあまりに違うんで、それどっちなんだっていうのを選んで僕はやるべきだと思います。そうだったら、うん、僕はあまり回答じゃない方向を、そうできないからそうしてきただけじゃないですか。今回答しますって言って、じゃあ党返してくれって言われて決まってんじゃん。今それはもう回答しますっていうのはありえないでしょ。だって戦ってる途中でどうにもならなくなった時の選択肢だから、うん、まあそれもそうだし、こっちに本当になんていうのか権利が戻ってこないと回答しますって言った時だってもう不義があるわけだから、じゃあお前に戻すよって斎藤になるわけじゃないですか。だからそのこと言えるわけないので、その間綺麗にやっていくことができるとか本当に意味のあるものにできるんだったら努力したいと思ってやってる。でもそこに黒川さんが今までと同じような私が嫌だと思ってきたことのやり方を引き継ぐ必要があるって強く主張されると、じゃあちょっとごめんなさいっていうしかないっていう、そういうふうに言ってるだけです。回答する権利もないか。破産申し出とかがね、起きたりとかしてとか、いろんなことがあって、本当に返せませんみたいになった時に、回答っていう感じになるかもしれませんね。うん、まあそうだとしても、まあ最後まで我々がやり遂げるべきことは、黒川さんで立花さんの、その会見の情報のこととか、すべてそれを明らかにするっていうことが一番大事なことだから、この今取り組んでることで。だそこは守る。そこが。そしたらでも、やっぱ、逆にやっぱ党の綱領とか、やっぱ一層、全く作らないで、それができたら考えようっていうことにして進んだらいいんじゃないですか。だからビジョンだけでいいっていうのはそういうことですよ。なんかそんなに細かく書いてもすごい批判を生むだけだし、なんかこう頭が よく思われたい人が頑張ってるみたいに思われちゃう、素人としてっていうふうに言われました。だからそういうふうに思われたくないんで、なんかちょっともうふんわりでいいと思います。綺麗なことだけでいいと思う。もうなんか大事なことだけ訴えればいいと思います今は。うん、でそのそこにまあ賛同してくださいっていうだけでいいので、まあ、そこの細かいことをどういうふうに訴えていくかっていうところはいろいろヒアリングして、こういうことを今どう思いますかっていうのを後から聞いていけばいいんじゃないですかね。なんかこういうあのいろんな考えがあるってことは、まあ、黒川さんがいろいろこうやってあの載せてくださったことでいろいろ知るところもありましたし、なんかそういうのを議論すること自体は別にいいと思いますけど、党としてあんまりやるとあのいろんなことを挙げれば挙げるほどみんなそれに突っかかってくるんで、なんかそういうのは、まあ、なんかこう素人みたいなことを言わない方が良かったり時代に合わなかったりすることもあると思うんですよね。だからあんまりなんか今は言いたくないかなって私は思っただけです。うん、だからこういうふうに考えているんだなってことがすごく分かりやすかったし、これ見て黒川さんってそれ自分 の強いそのもちろん私が批判したような、ね、思想みたいなところをここに盛り込んでくるわけじゃなくて、ちゃんと何が必要とされているかを考えてくださったんだなと私は思いました。すごいありがたいなと思ったけど、そういうことを建設的に話し合おうと思っても、なんかこの根本的なこの党としての方針みたいなところがやっぱ違うから、なんか
その戦い方とかそういう話が、だからこう話が進まないんですよ。なんかもちろん立花が話してるみたいになんかもう支離滅裂でなんだこいつっていうようなことに黒川さんの話って全くなりませんよ。だけど思想が違うんですよ。だからそのなんていうのか、正しいと思ってることが違うので、それは多分根本的なところで無理なんだなって思いました。うん、だからむしろ今当初お話になられてるような政治姿勢の部分をその4本の柱なり5本の柱なりに僕は織り込むべきだというのを感じましたね。で多分そこはあの黒川幹事長と合わない部分だになってしまうと思うので、そこは幹事長もちょっとしっかり考えていただく必要があるんじゃないかとは思いますね。まあそうだね。このままの話の帰結でいくと、だって、まあ、幹事長に辞任していただくか、党首の方が解任するかみたいな話になるでしょ、帰結として。まあ、本当はね、別にそんなことをわざわざ今の段階でする必要はないと思ってますけど、なんかそういうふうに、なんかもうこんなにやっぱ意思疎通ができなくてってなってくると、まあ、なんかちょっともう、結構厳しいなって。正直思いますよね。で、私が本当に一番嫌なのが、その、凱旋するとか、なんか変なことをいっぱい、ネット上でやり合うっていうことがね、その、討伐するみたいな立花のやり方に同じように答えるっていうんであればそうだけど、この党の未来の方針とは、やっぱり、その同じことも続けるわけにはいかないんですよ。うん、なんかあるごとにさ、これが既得権益だっつってこいつの登記さらしていろんなことをなんか動画出してみたいなことは面白いかもしれませんよ。だけど私はそういう党には投票しないし気持ち悪いなと思いますよね。自分がそれされても本当に嫌なんで、うん、だからなんか訴え方を、まあ、そのやっぱ変えないといけないと思います。週刊誌とかに事実をまあ言っていくとか、いろんなことをグループなってるかな、まあ、まあもちろんなんかこう党の、党としてはちょっと、うん、やりたくないって思ってます。うん。少なくともね。だから。はぁ。戦い方考えなきゃいけないってことですね。もちろんふわっと言ってて、こと言ってて、みんなと同じじゃねえか、みたいな、って思われるかもしれないけど、火を照らえばいい、それで火を集めればいい、なんていうのは、ただの YouTuber だと思うんですよ、私なんか。いや、火を照らうんじゃなくて、本当に他の党ができてないやるべきことをやるべきだと思いますよ。だから、その思想も違うじゃないですか、なんか。うん、だからそこが、まあ、翼じゃないから、それは私はちょっと歌いにくいことが結構あるなと思って、で、まあそれは辛い。で、それは結構支持を得にくいと思ってます。結局みんななんかそのキャッチフレーズみたいなのとイメージとかで言ってるじゃないですか。で、そういうのが、いいイメージだったらいいですよ。なんかそういう、例えば青汁を投手にするって言った時に、なんか、まあ賛否両論だと思うけど、面白いと思って入れる人はいるかもしれません。そういうことがこれからも必要なのかもしれませんけども、それをなんかこうみんなでなんかそれ何か敵を作って叩いてみたいなことを汚くやっていくっていうことが私はちょっともう耐えられないです。なんか分かりました。まあ分かりました。はい、もうちょっと議論が、はい、回ってきちゃってます。もう一旦じゃあ今日まあ僕ももう一回考えてみます。ごめんなさい、なんかいろいろもうすごく言葉を選ばずに喋って本当に失礼だなってすごく分かってるんですけど、なんていうかちょっとストレートに伝えた方がいいと思っても何回もこう話してきてる、うん、困ったないや、なんかお話聞けて僕は非常に良かったです、はい、勉強になりました。ありがとうございます。まあなんか、うん、はい、じゃあ一旦これで今日ははい、すいません、失礼します。ありがとうございます。はい。